こんにちは。テンバアカデミー堀秀夫です。初めてのブラックフライデーということでね、オーストラリアアマゾン、ブラックフライデーの前哨戦が始まったのか、アマゾンオーストラリアの売り上げ報告が増えてきました。オーストラリアではブラックフライデーなど今までなかった。オーストラリアは住んでましたけど、特にブラックフライデーっていうのはね、オーストラリア国内ではほぼ効かないですね。 実質、今回アマゾンが仕掛けるセールがブラックフライデー、初めてのブラックフライデーという形になります。当然ね、今まであんまり通販盛んじゃなかったオーストラリアで、えー、注文して輸送する商品が増えるわけですから、えー、輸送に時間がかかる可能性が高いということでね、えー、ここから年末にかけては、まあ、自己発送は控えた方がいいです。 アマゾンで、えー、高額だから仕入れせずに自己発送で売ると。ね、いうのはオーストラリアの場合はまだ自己発送で売れるんで、えー、やってましたけど、えー、こ,れこれからは、ねえー、明日以降はそれは控えた方がいいと。で、高額商品なんかでね、eBay で売ってた方も、まあえー、発送が発送はいつも通りするけどね、到着は、えー、ホリデーシーズン入ったんで遅れるよというのをね、書いといた方がいいです。 ま書き方わからなかったりしたらね、えー、またご質問ください。まあ何しろ、アメリカ・マゾンの例だと、まあ、ホリデーシーズンに自己発送するとね、まあ、返品は増える。まあ、これね、商品到着遅いんで返品されちゃうわけですね。もうキャンセルするよと。で届いても返品される。それと、アカウント削除されるとろくなことない。ねえー、なぜかというと、返品は増えて不良率が上がる。ねえー、しかも、発送遅延ね、ね到着遅延と。ねえー 出品者はちゃんと出品してるんですけど、到着遅れるのはね、出品者のせいではない。だけど、自己発送を選んでる以上は、遅れた責任はもう出品者の責任という形になっちゃいます。そんなわけで、まあ、オーストラリアでも念のためね、念のためというか、多分、輸送を混乱します。自己発送は控えた方がいいです。まあ、いよいよ、ね、オーストラアマゾン、これでシーズン始まりました。ブラックフライでー始まりましたんで、売れ行きは伸びると思いますが、まあ、自己発送は要注意。 FBA だけに、えー、特化するという形でね、これから年末にかけては取り組んでください。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。